していることに気がつきました。何者も光より速く進むことはできないという考えは、ニュートンが説いた重力の理論と矛盾していたのです。この矛盾を理解するために、ちょっとした実験が必要です。まず宇宙規模の大異変を起こしてみましょう。何の前触れもなく太陽が爆発し完全に消え去ったと考えてみてください。もう一度見てみましょう。ニュートンの理論に従えば、太陽が消滅すると惑星は直ちに重力から解放され、軌道を外れて宇宙空間へ飛び出していきます。ニュートンはどんなに遠く離れていても重力は即座に伝わると考えていました。太陽が消えた瞬間に惑星の動きも変化する。でもアインシュタインは疑問を感じました。光の性質を研究していたアインシュタインは、光が瞬間的には届かないことを知っていました。実際、太陽の光が1億5000万キロ離れた地球へ届くには8分以上かかります。そしてたとえ重力でも光より速く進むことはできないと考えていたのです。太陽が消滅し、暗闇が私たちの目に届く前に地球が軌道を離れるということが起こりうるのでしょうか。アインシュタインは自分の理論に自信を持っていました。そして重力に関するニュートンの理論に疑問を抱き始めました。もしニュートンが間違っているなら、どうして惑星は軌道にとどまっていられるんでしょうか。思い出してください。ニュートンの方程式は惑星の運動を解明する上で不可欠なものとなっていました。なぜ惑星が軌道を描くのかを説明したのです。難しい問題でした。アインシュタインは新たな宇宙観を考え出さなければなりませんでした。昼は特許局で働きながら、謎を解くための孤独な探求が続きました。およそ10年が経って、アインシュタインは一つの答えを見つけます。アインシュタインがたどり着いた答えは、3次元の空間と1次元の時間が絡み合う時空の織物でした。この4次元の時空の織物が作り出す幾何学を理解すれば、織物の表面を動く物体について説明することができるとアインシュタインは考えました。時空の織物は惑星や星など重い物体によってトランポリンのように歪んだり伸びたりします。私たちが重力と感じるものを生み出すのは、こうした時空の歪みや曲がりなのです。地球のような惑星が軌道を描くのは、太陽の重力に直接捉えられているからではありません。太陽の存在によって生じた時空の織物の歪みに沿って動いているのです。では新しい重力理論で、あの大異変を再現してみましょう。太陽が消滅した時、何が起きるでしょうか。重力が攪乱され、波となって時空の織物を伝わっていきます。小石が池に落ちた時、波紋が水面を伝わっていくのによく似ています。波が地球に届くまで、私たちは地球の軌道に変化を感じないでしょう。
重力の波は光と同じ速度で進むとアインシュタインは計算しました。この新しい理論でアインシュタインはニュートンとの対立を解消しました。さらに重力がどういうものであるのかを初めて明らかにしました。それは時空の織物の歪みや曲がりなのです。この新しい重力理論、一般相対性理論によってアインシュタインは一躍時の人となりました。アインシュタインはロックスターのような存在でした。当時の有名人の中でも際立っており、チャップリンと同じくらいのトップスターでした。みんながアインシュタインの研究に注目し期待していました。重力の法則を作り直すほど素晴らしい頭脳を持っているのだから、また何かやってのけるだろうと思われていたのです。みんな次は何なのか知りたがりました。しかしアインシュタインは満足していませんでした。さらに大きな目標があったからです。新しい重力理論を当時知られていた別の力、電磁気力と統一しようと考えていたのです。電磁気力は電気の力と磁気の力を合わせたもので、すでに一つの力として統一されていました。電気と磁気の間に何らかの関連があることは19世紀から知られており、サミュエル・モールスはそれを利用して電信機を発明しました。電気信号が電線を伝わって何千キロも離れた場所にある磁石に送られ、おなじみのモールス信号を打ち出します。どんなに遠くても伝言は一瞬で届きました。電信は大評判となりましたが、科学的な原理は分かっていませんでした。初めて電気の力と磁気の力を統一しようと考えたのは、スコットランドの科学者ジェームズ・クラーク・マクスウェルでした。雷雨の時山の上にいたことがあれば、電気と磁気にどれほど密接な関係があるか分かるはずです。稲妻のような激しい放電が起こると磁場ができます。これは磁石で確かめることができます。電気と磁気の関係に注目したマクスウェルは、2つの関係を数学で説明することを試みました。そして4つの方程式を考え出します。電気と磁気は電磁気力と呼ばれる一つの力に統一されました。宇宙の統一理論へ向けての大きな一歩でした。異なる現象が結びつけられたのは実に素晴らしいことです。これも電気と磁気とはいえ基本的な法則で、さまざまな現象が説明できる例です。考えてみてください。電気と磁気に関して考えられるありとあらゆることが全部4つの非常にシンプルな方程式に書かれているんです。信じられないでしょ。実にエレガントです。アインシュタインはマクスウェルの業績を物理学の歴史における大きな勝利だと言って高く評価していました。アインシュタインは自信に満ちていました。もし自分の新しい重力理論とマクスウェルの電磁気力を統一することができれば、宇宙のすべてを説明できるマスター方程式